秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ、昭和、昭和が20日、フジテレビ系情報番組、ポカポカ、月曜から金曜前11時50分に出演し、視聴者投票によってメジャーデビューを勝ち取った。放送直後には報道陣の取材会に参加し、喜びや今後への意気込みを語った。全身ショット、笑顔でポーズを決めた喜びあふれる昭和昭和は、 昭和歌謡を令和の時代にリバイバルさせ、日本を元気にさせるべく実施された夢を諦めるな。オーディションで3000人以上の中から選ばれた寺田慎次郎、山本慶史、向山武史、遠田猿正樹、青山淳、井筒雄太で昨年7月に結成された6人組グループ。同オーディションでは、最終候補となった12人が賞は、祭り、渡辺慎、橋爪賢治、小野寺翼、 松岡拓也、鈴木渡、柳田祐希の2グループに分かれ、2024年のメジャーデビューを目指し、イオンモールツアーやライブイベントなど精力的に活動してきた。結成後から着実に活躍の場を広げる中、ぽかぽか、うちのコーナー、愛花を紅白に連れてって。では、2グループによるメジャーデビューをかけた投票対決が展開された。この対決では、 今月10日から14日の生放送後に各日ネット投票が行われ、15日には神奈川ラゾーナ川崎でリアル投票イベントも開催。結果、この日の放送で昭和のメジャーデビューが決定した。メンバーはデビュー決定直後ということもあり、まだ興奮冷めやらぬ様子で登壇。青山純は、すごく動揺してしまったんですが、実感がふつふつと湧き上がってきていますと発表時を振り返り、 過去にメジャーデビューを経験している向山武は、こうしてもう一度デビューできるというのはとても貴重な経験。絶対に成功させるように一生懸命頑張っていきたいと意気込んだ。山本啓氏は結成から約一年間の歩みについて、技術ではまだまだなところも多いですから、とにかく一生懸命にやろうと思っていたといい。 そこで応援してくださる皆さんに共感していただける部分があったのかもしれないとしみじみ。井筒優太はオーディション時から共に高め合ってきたもう一組のグループ祭りについては、とても熱い祭りの皆さんがいてくれたからこそ、その熱さに負けないように僕らも頑張れたとライバルに感謝も伝えた。メジャーデビューという切符を手に、塩田正樹はサラリーマンを辞めて歌手を目指してよかった。 32歳になってようやく実りました。でもまだスタートラインに立ったばかりですので、応援してくださる方や関わってくださっている方の思いを背負って頑張っていきたいと意気込む。最年長の寺田慎次郎は、40歳で新しい活動がさせていただける、夢を追いかけるチャンスがいただけることが嬉しいですと笑顔で伝え、これからもいろいろな困難が待ち受けているかと思いますが、この6人で頑張っていきたいと目を輝かせた。